東京から南へ180キロの距離にある三宅島の食文化に親しんでもらおうと、港区の竹芝客船ターミナル内では今日、東京島グルメ美食の会が開かれました。このイベントは楽しみながら三宅島の食文化を知ってもらおうと、東京都島嶼振興公社が開いたものです。会場では三宅島から招かれた三宅村商工会の田中由紀子さんらが、島海苔の海苔巻きや室味のすり身を揚げた旨かか棒など、島の食材を使った料理を披露しました。これは三宅島の伊豆七島が大好きだから、初めて食べるのでまたやってみようかなと思います。いつも家で作ってるの今とは違くて、歯ごたえがちょっとあって香りもいいし、とても美味しいです。主催者は今後も島ごとにこうしたイベントを開き、島の魅力を広めていきたいと話しています。